ラグビー元日本代表 SH の田中史郎39イコール統括イコールが24日都内で会見し今季限りでの現役引退を表明した1 6 6ンチ、7 5キロと小柄ながらタックルを恐れないプレーで日本を牽引し W 杯は2011年から3大会に出場日本ラグビーの発展に大きく貢献した男は 限界を感じたと涙ながらに語った。今後は統括でジュニア世代のコーチとして指導。将来は日本代表ヘッドコーチをやってみたいと高らかに宣言した。23年 W 杯でスポーツ放置評論家も務めた田中を、小川原春香記者が、ロー、ネギラ、う。写真、田中史郎、元アスリートの美人妻を顔出し。夫婦ショット。 アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク、情熱の塊だ。相手が監督でも噛みつく負けん気の強さに、小さな激辛唐辛子、と呼ばれ、23年 W 杯でスポーツ放置に特別寄稿した、桜戦記でも身内美意の一切ない激辛評論を展開した。一方で上に熱く、涙もろいキャラについた異名は、すぐ泣く男。日本ラグビー発展に尽力してきた愛称文さん、は、 熱いエピソードに溢れた男だった。歴史的参照を挙げた15年 W 杯は妻に遺言を伝えて出発。元バドミントン選手の友美夫人も本当なんですよ。命がけで戦うから、もし俺が死んだら新しい、いい人見つけてな、と。桜選手の集大成。 史上初8強入りの大活躍で170万人超の観客動員数を記録した19年 W 杯日本大会は、やっと日本ラグビーの幕開けが見えた、と言ってはところ構わず号泣した。両指を突き立てた五郎丸ポーズがブームになったが、田中の代表戦前ルーチンは喉の奥に指を入れて、胃を空にして心身を研ぎ澄ます荒行。ロッカールームのトイレで、涙目で響かせた田中の、 四季を高めたメンバーもいたと聞く。19年10月20日は田中の最後の W 杯となった南アフリカ戦。3対26で敗れ、4強に届かなかったが、この日は16年に死去した偉大な平尾誠二さん、去年53の命日であり、田中の長女、愛心、エマ、ちゃんの6歳の誕生日でもあった。 人生で一番忘れられない日であり日本ラグビーの文化が根付く第一歩になった日、と熱く語った田中の言葉が忘れられない。16から19年ラグビー担当、小川原春也。